注目夏の新作メニュー。続いてはとろろ汁専門店のアレンジメニューをご紹介。掛川市南にある掛川芋汁どころとろろ本丸。上質な自然薯を使ったとろろ汁が評判のお店です。うちのお店は本格自然薯料理でとろろ汁専門店でやらせていただいてます。でそれ以外にアレンジしたものをいろいろな形でお客さんに提供もしてます。使っている自然薯は品種改良されていない天然に近いもの。すりおろしたら白味噌とかつおだしの味噌汁を加えてとろろ汁に仕上げます。こちらは麦ご飯ととろろ汁に揚げたとろろがついた人気のメニュー。揚げとろは自然薯をただすりおろして、それは海苔や大葉で巻いたものをごま油で揚げてやったものになります。カリッと揚げた表面に甘だれ醤油を絡めた磯辺焼き風、中はとろっとレア状態。この揚げとろととろろ汁が楽しめる芋づくしのセットです。夏にぴったり、食欲のない時におすすめなのがうな丼とろろセット。うなぎについては香ばしくしっかり焼いて、その後にとろろ汁との相性を考えて鍋で煮てのうなぎを柔らかくしてます。まずはそのままうな丼を味わって、その後とろろ汁をうなぎにかけていただきます。柔らかなうなぎに滑らかなとろろ汁が一緒になって、つるんと食べやすく食が進みます。夏といえばかき氷、そこでひらめいてしまったんです。というのが夏の新作メニュー雪見とろさは、なんととろろ汁のかき氷がついているんです。やっぱ食欲がないときはこれしかないかなっていうのが始まりですよね。かき氷の中でも体にいいものをかき氷にしちゃったらどうって思ってやりました。最初はかき氷としてそのまま食べて、そしてそばも味わったところでかき氷を乗せ、ひんやり冷たいとろろそばとして味わいます。口の中でかき氷が溶ける新食感のそばです。こちらも新作、トマトたっぷりイタリア風冷やしラーメン、ラ・トロトマ・イタリア。千切りキャベツを絡ませた麺に酸味と辛みのあるタレであえた自然薯の千切りとトマト、大葉などを乗せた一皿。キャベツのシャキシャキとした食感にトマトの甘み、自然薯は柔らかで心地よい喉越し、野菜をふんだんに取れるヘルシーなメニューです。上質な自然薯を使った豊富なメニューが楽しめるとろろ本丸です。